ごきげんよう、トッポドです。どうやら僕たちはとんでもない場所にやってきてしまったようだ。見てこの写真の数々、いろんなホラーキャラ、化け物が乗ってんだよね。特に一番怖いのがこれだね。寝てるとき絶対出てきてほしくないね。でもちょっと気になるからみんなで見に行こう。まずはサイレンヘッド。向こうに何かいるね。あれか、サイレンヘッド。やっぱでかいな。うおー、動き出した。うわ、みんな大丈夫か。首の位置がとんでもないことになってる。うわー、ばらけてる。みんなー、ギャー。うわ、体と腕が食われてた。やっぱり今日もタコ狙われてたね。みんなでタコを守っていこう。じゃあ次はカートゥーンキャット。あの猫の化け物だね。さあ入っちゃった。どこにいるんだ。みんなの顔は無事だね。顔を取れないようにみんな気をつけてね。うわ、なんかいるね。うおー、カートゥーンキャットだ。あんなになってんのか。うわ、なんか叫んでるよ。大丈夫か。いや、でもそんなにみんなやられてないね。ちょっとぐらいなら触っても大丈夫なのかな。こうやって見ると首長いね。あ、よしよし。やばい、タコなんかかじられた。タコかじられた。タコー。カートゥーンキャットも恐ろしかったね。あれぐらいならでも勝ってみたいね。次は順番的に、この顔のやばいのになっちゃうね。顔避けてんじゃない、あれ。うわ、いた。あれ、でも写真と全然違うな。全然リアルじゃないぞ。うおー。これぐらいなら全然怖くないね。何してくんだ？ん？あ、そこ頭に乗ってれば大丈夫かな。よいしょっと。あ、ここ安全な場所だ。安全に触れ合えるね。やばい、なんか飛ばされた。待て待て、触らせてくれ。よっしゃ、乗ったね。頭の部分は、ん？大丈夫か、頭ので。うう、飛ばされた。立ち上がれ。よいしょ。まあ、せっかくだしもうちょっと触れ合ってみるか。あー、よいしょっと、おでこを撫でて。ウェイウェイウェイ、いやー、飛ばされた。大丈夫、まだタコは取れてない。まだまだ触れ合えるってことだね。なんか可愛いって言ってた。確かによく見ると可愛いやつだな。ん？いやー、食われてた。タタタタコー。毎回タコが食われてるし。でもよかった、すぐに復活できたね。さあ次はヘッドライト。さあやってきたね。もしかしてサイレンヘッドの仲間かな。あれか？なんか2体いる。ここにもいるよね。これ動かない？動いたー。やばい、これも一発でやれるタイプか。あ、ギャギャー。早い。たまに強い化け物もいるね。じゃあ次はミスターマスコット。どんな化け物なんだ。おお。え、なんだ、ピエロみたいな顔だね。この中にいるのかな。ん？なんか見える。なんだあれ、青いの。あれ、なんか見たことあるような気がするな。うわ、来たー。またその叫び声か。なんか全部一緒なような気がするな。ん？あれ？なんか捕まれたぞ。これまずいんじゃないか。あ、死んだね。毎回やられてるような気がするな。どこ入ってもこれやられるでしょう。じゃあ次は、ザ・スマイルルーム。笑顔になれる部屋ってこと？これはちょっと怖くなさそうで。いや、怖いな。部屋が口になってる。こんなの絶対入りたくないんだけど。まあここまで来たなら入るしかないか。よいしょ、おー、え？これが、スマイルルーム。食われたし。どうにかして出ないと。こっち進んでいいかな。
消化されないよね。先こっちしか道はない。進んでいこう。え、いやー、やっぱ消化される運命だったか。みんなも美味しく食われちゃったね。ほげてるよなんか。タコがほげって言ってるね。何人かのタコが。じゃあ次は雪に住む怪物ってことなのか。確かに雪の世界だね。でも写真ではデカそうに見えたけど、どこにもいない。あれか？え、うわー、吹っ飛ばされたー。え、触ってないのに。あれだね。なんだ？トナカイみたいな感じなのかな。いや、クマの化け物だし。しかも、またこの叫び声。やっぱ全部一緒だね。一人ずつ食われてる。体が完全に食われてた。やばい、追いかけられてる。ちょっと待て。そこになんかあるぞ。あれ？雪だるまだね。これで倒せないかな？ちょっと後ろに隠れよう。あれ？全滅してる。僕は雪だるまの後ろに隠れていればバレないはず。あ！食われたね。タコ。いや、どんだけタコ好きなんだ？化け物たち。あ、なんかスキンの部屋があるね。え、まさか化け物になれるってこと？うわあ！これ、スマイルルームだね。さっき襲われた化け物。こんなのも慣れちゃうの？いろんな化け物ある。あ、こっちに変身できた。これはちっちゃくて可愛いタイプだね。それから、うわ、どこまであるんだ？これ、待って、これ首長いな。これなってみよう。おお、首長です。うわ、生活しにくそうだな。普通にでもすり抜けるし。待って、この首長の生き物は、あ、これか？写真見る限り、これ首長いよね。同じ仲間がいるかもしれない。行ってみよう。あ、なんか倒れてる。これかな？ん？待って、違うぞ。え？こっちがバケモン？犬みたいな感じだけど。これは、うわ、サイレンヘッドみたいなのが倒れてる。なんかバチ取りだね。洞窟の中にもなんかありそうだな。何もないか？これは？あ、またなんかバチ取れた。おー、この犬はなんか可愛いね。これ、バケモン同士だから仲良くできそうだな。ほほほほげー。必ず最後はやっぱやれちゃうね。いるいるなんかいる、でかいのが。でかすぎて体は見えないし。踊ってるよ。化け物と友達になってしまいました。よし、こっちの世界にも入ってみよう。さて、ここには何がいるんだ？なんだこの黒い謎の塊。ここだけ光ってるね。え、待って、でも化け物はいなさそうだね。ここまさか当たりの部屋じゃないか？いや、むしろ化け物いないなら外れだなぁ。あ、ここなんだ？あ、入れた。何かいるね。え、これが今回のバケモン？襲ってこなさそうだな。おー。襲ってこない感じなのもいるんだね。これは友達になれるタイプのバケモンだ。次は、フォーゴテンベイビー。うわ、覗いてる感じが怖いな。見てみよう。ん？あれか？赤ちゃんってことだよね。動いてる。あれはでも、あれも友達なれそうなタイプだな。全然襲ってこないね。いけ、キャー！怖い怖い、顔怖かった。あ、タコ取れた。じゃ、ちょっと一番向こうに行ってみようかな。よし、さみんなこっちだ。一番端にあるほど、とんでもない怪物とかいそうだよね。あ、こっちの方が早かった。着いたー。一番端っこは？これまだ何もない感じか。ってことはこっちだね。ザ・ドッグ・ウィッチャー。ザ・
ストランギアにしよう。こっちの方が怖そうだからこっちにしてみよう。あれ、入れない。あ、ここもまだ出来上がってない感じか。だとしたらこれにしてみようかな。ドラゴンっぽい怪物だね。黒い世界にやってきた。いるね。これまた触れ合ってみるか。まあ、せっかく来たし、ちょっとぐらい触ってみるしかないよね。動かないね、でもこれ。顔がでかい。ん？こういうタイプの驚かせ方か。そんなでも怖くなかったね。次は、ザ・エンジェル。写真が恐ろしいんだけど。エンジェルならでも怖くないタイプかな。あれだね。壁の方で何やってんだ？うわー、来たー。やっぱ突然来る感じが怖いなー。うわー、うわー、くんがやられてたし、うわわわわわわ。さあ次のバケモンはオーバーセー。え、なんだこれ。うおー、でかい。今までで一番でかいね。あれだよね。他の怪物はいないよね。ちょっと見に行きたいけど、遠いな。結構歩かないといけないね。みんなで行こう。みんなで行けば怖くないはずだ。ようやく足の目の前までやってきた。これ触っても大丈夫だよね。ここまで来ると、でかすぎる。ちょっとまずは誰か触ってみて、これ。おー、触った触った。あ、触っても大丈夫なタイプだね。おー、ちょっとこの上行けるかな？登れる。なんか木と重なってるからここ登れるね。どこまで行ける？頂上までは行けるかな？ここはジャンプで、おっしゃ、ここまで来た。あとこの、ほんのちょっとこっちまで行けば、坂道になってるから行けそうだ。うおー、来たー。よっしゃ。あれ？でもこれ以上上がれない。ここが限界なのか。でもこの巨大な怪物の足のこの辺までやってきちゃったね。これはいい景色だ。ここでお弁当を持ってきてご飯食べるの最高だろうな。よいしょっと。キャラリセットしないと復活できないからね。うわ、この写真も恐ろしいなぁ。なんだこの怪物。顔だけ人間っぽいんだけど。さあ入ってきたよ。どんな怪物がいるんだ？あ、これか。これさっき変身した、なんかちっちゃい生き物だよね。あれ？別の場所にやってきた。ん？いや、やられたー。急にやられたー。黒いタイプもいたのか。ん？そしてなんだ？なんだここ。化け物が集まってるし。よし、こうなったら。うおー、進んで進んで。ランダムで決めよう。この辺、よし。これに入ってみよう。これならきっと友達になれるはずだ。一匹ぐらい友達にしていきたいよね。こんな怪物がいるんだから。うわ。なんか海にいそうな生き物だな。仲良くなれるんじゃないかな。ちょっとだけ触ってみようかな。まずはほんのちょっとほげ。あれ、待って、なんだ、なんか場所が変わったね。いや待って、僕の首取れてないか。気のせいだよね。いや気のせいじゃない。取れたりくっついたりしてる。みんななんか首がおかしいぞ、ここ。やばい、変な世界に。やだ、うわ、ギャー、なんだな、なんだこの世界。なんか変なもの見えたんだけど、一瞬。やばい、急に怖くなったね。ちょっとじゃあ、こっち入ってみようかな。どれにしようかな。こっちの世界にもいろんな化け物がいるんだね。よし、豚にしてみよう。怖めの豚だね。あれ、でも、普通の子豚だ。これは普通の子豚ってことか。ん？なんか早いのが見えた。あれが化け物タイプの子豚か？
早い早い、くっついてるよ。待て、なんか画像が動いてる。こっちだったか。うわ、なんだこれ、ただの画像じゃん、もう。うわぁ。どんどん世界の作りが雑になってるし。まあ、なんだかんだ、化け物に襲われるっていうの楽しいね。てかなんか、みんなの首がバグってきたから、この辺で終わった方がいいね。それではみんな、じゃあね。